はい、始まりましたひとぱんラジオということで、今回もラジオ形式でお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、時間ってすごいなって。はいはい、魔法ですね。あれが魔法ですね。長くかかるけど、20歳の頃か、本当恥ずかしいんですけど、店長がもう初めてこう本気でお付き合いをした人がいてですね、もう私はこのまま結婚するぞって思ってたんですよ。もうそれくらい家族のような関係性というんですかね、突然振られたんですよ。おう、理由もなく。はい、ちょっと理由がなかったんですよ。ほう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 。その20歳です。20歳。理由は相手は言ってくれなかったの？その言ってくれなかったですよね。じゃ聞いたんですけど、はいはい、いや言わない方がお前のためになるっつって。へえ。そんな恋愛ってあるんだみたいな感じでですね。突然なことだったり、構えてないことでもうバーンってなったので、はいはいはい、初めてですね、布団に入っても寝れないって経験をしたんですよ。おー、それがショックだったってことだよね。もうショックすぎると人って寝れないんだなとか、はい、もうこんなに寝れる私が寝れないってすごいなぐらいのショックを受けたんですよね。はいはいはい、でも仕事はあるので、うん、ある意味もう寝ずに行くんですよ、はいはい、超ハードな職場に、はいはい、で働いて、でもやっぱ寝れないんですよ、うん、そんな頑張って働いたのに。頑張って働いてヘトヘトなはずなのに、もうショックすぎて寝れないと、何かが埋まってたはずのところが、穴が開いてしまったみたいな感じですね。はい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 、あれ満たされてたものが足りなかったみたいな、っていう感覚だったのかな。今となっては本当になんか可愛いな自分はって思うんですけど、はいはいはい、3日目に寝れたんですよ。もうそれ体力的な限界が来て寝ちゃったってこと？限界来たっていうのはあるし、いやだん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 時間が癒してくれたんですよね。なるほどね。その振られた1日目はめちゃくちゃショックで、はいはい、うん、とにかくもうご飯も喉を通らないじゃないけど、何もできなかったけど、3日目にしたら何か状況は変わってるわけではないけど、時間がただ経ったことによって寝れたと、寝れたんですよ。ちょっとね、限界が来たとかあるじゃないですか、体力的に。ただ最初はもう泣いてたんですよね、もう枯れるぐらい泣いて、泣くのもまあ疲れるのかな、はいはい、その涙が止まったんですよ、2日目に。なるほどなるほど。それも時間でか分かんないから、涙の量が。で3日目めっちゃ寝れたんですよ、はいはいはい、でそっからは、まあいい思い出だったなっつって、はいはい、ちょっと自分でも怖いんですけど、もう過去の人なんだなっつって、すごい元気になったんですよね。そうですね、1週間ぐらいはちょっとブルーな感じだったと思うんですけれども、自分何が悪かったんだろうなってその後結構ちょっと責めていく、あれになっちゃったはなっちゃったんですけども、ただ時間がすごくこう癒してくれたんですよね。今答えを知りたいとか、はいはい、どうしても思うよね、このちょっとこう苦しみから今すぐ解放されたいみたいなね。そうそうそう、特効薬が欲しい、魔法をかけて欲しい、はいはいはい、とかあるんですけれども、ぐっと苦しさをこう抱えつつ、一日一日とこう寝るんですよね。そうですね、そういう挫折っていうんでしょうか、失恋とか、そういうのを経験した時に、なんかこう見えなかったものが見えたりするっていうんですかね。まあそうだよね、順風満帆に進んでる時って、まあ、自分はうまくやってるなとか、自分ってすごいじゃんって思う気持ちが、どうしても生まれてしまうから、何が足りてないとかって目が向かないもんね。そうなんですよね。でも失敗とか、なんかそうやって誰かに言われた言葉とかによって、あ、自分ってこういったところが足りてなかったんだとか、まあ、そこはちょっと痛みを伴うかもしれないけど、そういったところに、まあ、気づけるっていうのは、確かに何かこう順風満帆じゃない時に気づけたりもするもんね。そうなんですよね。痛みとかがね、痛みを知るとやっぱ痛い人の気持ちによく寄り添えたりとか。ああ、確かに、そうやって失恋してるからこそ、誰かの失恋の相談を受けたら、私もそういう時あったよって本当に真摯に思えるよね。そう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 、これがなんかもうずっとモテてモテて、モテまくった人生だったら、失恋の経験なかったらね、大丈夫だよぐらいになっちゃう、はいはいはい、かなと思うんですけども。確かにね、あの時は本当辛いけど、経験できたからこそ気づけたことがあってよかったなと、はいはい、なるほどね。で、失ったように見えるけど、失ってないっ
ていうんですかね、これちょっと難しいですけど、はいはい、失ってないって思うんですよ、うんうん、もう思ったら勝ちなんですよ、失ったと思ったら失っちゃうんで、うん、失ってないって思えたらもう勝ちですね、うんうん、なるほどね、幸せ労働ですよね、はいはい、確かに、どうしてもね人はそうやって一回失敗して痛みを感じちゃうと、うん、次の挑戦をビビっちゃうというか、うん、あ、行動できなくなっちゃうけども、うん、やっぱそれもなんだろうね、時間が解決してくれるし、うんうん、俺も20代の頃のなんか失敗して塞ぎ込んでた時間と、うんうん、今なんか同じような失敗しても塞ぎ込む時間って明らか短いもんね、うん、それは本当にあの経験があったからこそ今が、うん、そうだよね、うん、可愛い子には旅させろじゃないけど、うん、あのいろんな経験をすればするほど、はいはい、うん、より深くて楽しい人生になるなっていうのを感じますね、うん、なるほどね、うん、なので本当にあのパン屋さん開業しても失敗するかもしれないけど、はい、まずは開業してみた、うんうん、一歩、うん、結構勇気はいったけれども、うんうんうん、やってよかったなーってやっぱり思いますし、うん、それって今成功してるから言えるんでしょうって思う方はいるのはもうごもっともなんですけれども、うん、もしもうこれダメだーっつって、うん、お店閉めてても、うん、私多分今と同じぐらい幸せだという自信あるんですよね、うんうんうん、言ったもん勝ちなんですけど、まあ、言ったもん勝ちだしねその現状で言われてもっていう人は当然思うかもしれないけど、ただ開業する前は誰でも、まあ、瞳店長も当然失敗することも考えて開業してるわけだから、うんうんうん、そこを経てきてるっていうのは、うんうん、まあ、これから開業したい人に向けてのなんかこうメッセージにはなるよね、はい、そうですね、あ、私も同じように開業する前は不安とか、うんうん、うまくいくかなっていうような気持ちはあったけども、うんうん、それでも一歩踏み出せて、うん、まあ、今があるっていうのは挑戦したからだよっていうのは言えるよね、そうですね、言えますね、なるほど、自信を持っていますね、ありがとうございます、ありがとうございます。もうより多くの人に国産小麦の、はい、良さとか、そうですね、考えとかをね、まあ、考えとか30代の女性が起業してる様子とか、うん、勇気を与えられたらなと思っていますので、はい、よろしくお願いします、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。それではここまで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございます、はい、次のレディオか動画でまたお会いしましょう、はい、それではおつぱんでーす、おつぱんでーす。